喋れるようになったよということですね。デューム亀ですということですね。今回なんですけども、皆さんはね、COD モバイルの3大ゴミかす武器ってしますか？まあね、その COD モバイルにもうこれね、弱すぎて忘れ去られてるんじゃないか、見捨てられてるんじゃないかみたいな感じの武器があるんですけども、いきますよ。3、2、1、XPR、HS、UL ということですね。もう皆さん、こいつら忘れてるでしょ？あのね、絶対いるんですよ。ストライカーとか紹介しても、いやいや、カメさん、それ最近増えてるんですよ。M4 とか紹介しても、いやいや、カメさん、それ最近チーデスでいるんですよ、とかね。あと、アウトロー紹介しても、いやいや、カメさん、それサーチャンデストロイで今増えてきてるんですよ、とか、絶対増えてねえだろ。間違いなく増えてない。あのね、どんな武器を紹介してもね、いやいや、カメさん、それ増えてるんですよ、感じの武器があるんですけども、今日はね、その中でも絶対にそんなことを言われないね。ただ、一つの、唯一の武器を持ってきました。それがこいつですね、UL。いねえだろ。これ増えてるっつったらね、もうそれ嘘よ。もうパチコキますよ、それは。あのね、俺、今シーズンになってから、こいつを見たことがないんですよね。なんでね、今回はこいつの最強カスタムをね、紹介してあげたいなと思ってます。あのね、最初に言っておくんですけども、こいつがね、チョッパーとか、あとホルガーとかにね、買ってるっていうとこは、一つも、もうみじんもないですね。しかもね、こいつのね、はい、わかります？これ、レジェンド迷彩の、ディプスチャージっていうこの迷彩があるんですけども、こいつね、なんとね、キルエフェクトがクソ見づらいですよ、これ。なんか、プシューってわかります？これ、ほら。これ湯気っていうの、これ、ポッポーみたいな感じのやつが出るじゃないですか。これ蒸気っていうか、なんかもう上原愛のね、代名詞必殺技みたいな感じになってるんですけども、今回はね、こいつを使っていこうかなと思ってます。早速行きましょうか。レッツゴー。ブチブチにするぞ。さあやっていきましょうか。チームです。マリオ。あ、間違えた。え、これ待って。あ、ハードポイントか。なるほどね。ドミネーションじゃなかった。よかった。もうドミネーションだったらね、多分途中抜けしました。ガチで。うん。もう MX に使ってマジで、もう途中抜けしてたわ。下打ちしまくって途中抜けしてたわ。一旦ちょ、これやってえの。ちょ、待って、これどうするか、これ。開幕多分これ来るでしょ。あれ、来ない。いやー、毒がすごいね。あー、敵のね、OK、なるほど。これさ、味方か敵か分かりやすくしてくれる。青い煙してくれる。青い煙と赤い煙してほしいっていうところあるんですけど、これさ、まあ、多分顔出して一瞬で死ぬから。いや、あ、そう。あ、OK、いや、それはさすがにあれ分かる。でもね、なんかこれ、上原愛みたいなエフェクトなの、これ。ほら、分かるこれ。プシューみたいな、ほら。ほら、ほら。エフェクトなんなんこれ。エロ、エッチすぎるでしょ。で、多分こっちから来るから。待って、え、これ一勝利スキルできるくね。一旦これ UL で、まあ多分枯れるから、まあ多分これ、あ、オッケー、やってくれた、ナイスナイスナイス。多分これね、4番湧いてるからさ、どんどん前に行こうか。まあちょ、ワンチャンこれ上登れるよ。ちょ、待って、上のためになる俺は。こっから見下さ、あ、バルス打っていいっすか、バルス。バルスいいっすか。で、こっから、あれ下か、あ、多分こっから2人ぐらい来るね。2人ぐらい来るから、ナイスナイスナイス。で、多分まだ来るからね、こっから見ていってあげて、一旦これプレタミサルまで貯めて、そこも勝って、まあね、今回その、この武器のね、強さっていうよりかは、弱さを見てほしいですね。この武器の弱さを見てほしいっていうのが正直あるんですが、この武器の強いところって何すか？安定性、ノーノーノー、頭一個出し抜けないです、この武器の。甘いっすね、その考えは。もう、頭一個出しも抜けないっていうね。しかも、壁抜き性能もあるっていう素晴らしい武器でございます。相談数もそんなに多くない、このレレレ打ちもそんなに速くない。オッケー、まあ、キル速はそんなかな。キル速、全部そんなやないか。待って、いや、さすがにこれが変か。でも、あいつらね、長屋からこれ入ってくるから、そいつを買ってきたね。今の環境 LMG ってこういう立ち回りしかできないですよ。でもまあ言うてね、俺ってやっぱりその元々 UL 使ってた身ですから、最初にその金太マガジンと出会って、 UL と出会って、でその S36 とね出会ったって感じなんで、でも今回さ、何だかキルきてるくない？いや、こっちからなんか来たって退屈したやついるんですけども、これ買っていこうか。これ買っていっての、まあでもなんていうかな、まあ全部そうなんですけど、エイムが良ければね、まあ全ての武器はその使いこなすことができるんですよ。で、なんか下にね、気づいてない、買っていってあげようか。で、まだ来てるから、にゃーん！おかちいて！なんでやねん！一旦ちょ、これ待って、プレターミサイルかましていくか。今回ちょ、プレターミサイルのバレンタインということで、オッケー、いいっすや。俺の手作りチョコはどうだ？ちょ、待って、あ、これ、あ、我々死んだ。待って、なんで俺の周りこんな敵が湧くんや。で、どうも、まだ来るから、買ってーの、買ってーの、買って、いいっすよ、これ。ピンピンですよ、今日も。うん、やっぱりその、エイムはピンピンいうことだ。さすがに壁抜けないか。なんか全体いるけども。いや、ほら、待って、これもう、あ、でも、なんか今回 MXI 少なくね。ゲーム来たって、ゲームドレイク、いいっすよ、これ。名前バチバチやねんけど、これ。名前バチコリやって。来てるって、これ。ちょっと待って。いや、任せろ、それは。なんかさ、ちょ、もうほんまに言い訳し。ガチでポイント入れへん、この武器は。それは頼む。この武器でね、ポイント入る。多分プロゲーマー超えてるわ。てかもう今の環境なんていうの、これ MXI 使ったら普通にプロゲーマーボコせる。プロゲーマーもね、結構その文句言うレベルなんで、 MXI に
いや俺多分死んだよな、ここたですよね。もう死んだわ、うん、死んだわって言ってる間に死んだわ。でも今回結構生きるペースなんですが、もうそろそろ入ろうか。ちょっとこれはね、ちょっと待って、いやこうワンチャンバレー術、あ2回かこれ。いやー腰打ちで勝っていく。いやこれ賢いでしょ、もの今の多分 IQ50 ぐらいだったわ。で待って、あーもう次ポッポっすね、次ポッポなんでこれ固めようか。待って、ここはもう俺の家康、一旦これやってーの入ってくね。ここ一旦買っていこうか。多分これセンターから来るからバチバチバチ言うていいっすね。これしっかりこの遮蔽物を使った戦い方がね、僕は得意なんですよ。なんていうの、このおもちゃを使ったね、夜のおもちゃを使ったね、このプレイがやっぱり得意っていうのがありますんで、やっぱり自分のこのね得意なまあ舞台でね戦っていくのが大事なんじゃないかなと思ってます。もう今日は結構うるさい実況になってますよ。おピンピン M いいっすね。でこれはあそこに戦闘リーがあるから来るとしたらこれセンターっすね。あー不屈出たね。なんかさ今の環境マジ不屈しかおらんっていう風な感じなんですけども、いやでもこれ多分俺がポイント入って、あーこれ多分最後まで飛び切ったらまあギリいけないって感じか。でこれ多分ワンチャン長いる、それ長いるんで、いやもうだから終わっとんね ADS の何もかも終わっとる。いやこれでさ、なんていうの1位絶対 MX さんやろこれ。俺結構今回キルペースいい感じだったんですけども、それでもね MVP 取れないっていうね、ちょっと結構残念なね、まあ結果になってしまいました。まあいいっすよ、まあ UR でのその元気を、まあでも UR でね、今回その勝てたんでね、まあ全然いいんじゃないでしょうか。でも言うてね、この武器本当に突っ込めないですよ。SMG が多いし、しかもこれ AR でもね、あの突っ込んだら全然負けるっていう武器なんで、もうそれぐらいね、弱い武器となっております。まあ、です、これ1位には強くねえか、こいつ。はい、2戦目、シュートハウス、ショートハウスやったっけ？なんかこれね、あの、中卒みたいな感じのこと言われるんでね。まあ、ちょ、皆さんも読み間違えないようにしましょうか。やっていきましょうか。ということでですね、まあでもさ、最初にも言った通り、絶対に使う人増えてねえだろ。いや、いるんすよ、マジで、本当に。あのね、もう 100% コメント欄で、カメさん、絶対にその武器、あの、最近増えてきます。増えてねえから、ストライカーとか HS とか増えてきてねえだろ、みたいな感じなんですが、いや、これ多分2回っすね。じゃあ、どうするか。いや、あ、これ2回おんな。3、2人、オーマイガッ！ちょっと待って。あー、あそこにおんのか。空任せろ。あー、これ無理か。3ラウンドいけるか？オーマイガー。来るよこれ絶対。おお、はあ、なんで、なんで、あ BK57 かも。言うて BK57 使っていけ。 BK57 楽しいやろ。 BK57 楽しんでどうぞ。でこれ多分いるから、いや体育後ろから向かっていく。いや向こうにいるんですけどもね、このあの追いかけすぎたらね、やっぱりなんていうの、あのやられてしまうんで、やっぱり恋愛もそうっすよね。やっぱりその追いすぎたらその逆に嫌われてしまうっていう。これ買っていくわ。まだポイントいるけども、いや今日の戦い方はこういうことでしょ。ポイント入らんけども、ポイントの底から買っていくっていうね、多分こういう立ち回りが、ね、一番いいんじゃないかなと思ってます。逆にこのポイントとかに入っていくと、なんていうの、狩られてしまうっていう、やっぱこの性能がきついからさ。でこれは、いや追ってきてね、おピンピン、あーそれ惜しい、めっちゃ惜しくなかった今。いやーでもピンピン地球か。でもなんか MX さんになくね、なんかさっきからなんかそのなんていうの、1試合目の時もそうなんですけど、そんなに MX、 あーいんね。だから終わっとるって SMG でそれはおかしいだろ。あ、でも、ピーピー地球か。ちょっと、いるって、行く行く行く。ギンギラギンにさりげなく、さあやってまいりましょう。まだいるわ。もう、お前に何回狩られやがんの、俺らマジで、お前には。お前に何回お世話されなかったか、脇終わってるやろ。なんで、ちょ、待って、なんか、PC に煽られてんけど。PC に煽られる男。ちょ、待って、なんか後ろでやってるけども、一旦これ上がっていこうか。いや、ワンちゃんいるよ。食べ抜けしていくん、いいっすね。いやでも言ってたもんね、これね、ポイント入らなくてもいいと思うんで。あ、ナイスナイスエビ、これあったけえよな、ここでの UAV って。で、ワンチャン、あ、背中で来んね、一旦買ってーの。いや、まだ来るかな、これ。いやー、眩しい、ギンギラギンに眩しいということで、いいっすね。待って、いや、なんかショックあるし、俺をちょっと逃がしてくれたわ。で、いや、いるから。いやーもう、エイムがガバリーということで、一旦いろいろかまそうか。まあ、でも言うてね、そうだっすよ、もうそうじゃん。拡張つけてもホルガーの方がまだ多いよ。いやー腰打ちも悪いって、腰打ちのも悪いですよね。まあ言うてちょっとカスタムが悪いっていうのもあったんですが、パチンといいですね。ちょっとはまだパチンいいですね。待って、落ち着いていけ。オッケー、中国はどんどん丸まりに、僕はジャンプして、はーん、そしてもう一人、はーん、そしてもう一人、いいですね。ヘッドショットは、そしてまだどんどん行こうか、こっちからやね多分。オッケー、いいっすね。いや、でも今回結構良くない？あの、レジェンド隊、そう、あの、レジェンド隊なんですよ。これがマジね、あの、みんなに褒めてほしいところ。レジェンド隊の UL って相当難易度高いよ。いや、それはさすがにわかる。一旦ちょっとこれは、てか今回マジでさ、さっきもそうなんですけど、俺割とキルしない。割と結構キルペースいいと思うよ。UL にしては。いや、でも結構やっぱその、なんていうの？ MVP 取るんやったら突っ込んでいかなあかんのかな。いやー、あそこは枯れる。あるねん。ギンギラギンするとこやったわ。
いやこれ洗剤やな。いやなんか待って、これ多分後ろ回れてるから、いや MX 剤の欲にね、バレたらあかん。負担買っていいっすね。で U-Wave ではそうか、まあでもこういう立ち回りすればね、まあ誰でも多分キルはね、まあ誰でもね、そのキルは取れると思うんですが、あの待って、90対19か、なかなか良くない。でもこれ先端から来んね。いやもう今から取ろう。いやワンチャン後ろ。いやーでもこれどっから来るか全然分からないけど、もう四方八方から来んぞこれ。いやー無理か、それ塩吹き無理か。一旦ちょっと待って、これはいや先端任せたぞお前ら。あーでも先端やるぞな。ちょっと待って、 こっちか。いやこっから、あーりゃー、もうさ、それで負けるとか終わってるくない？もう UL の存在意義なくない？もうあのガンマチして負ける LMG とか誰が使う？ダーン、いやマジか、終わってんだ俺の M。 ちょっと待って、一旦こっち行って、いやー来るよな、それ分かってるんすね。 OK いいっすね。一旦これイモイモ塩吹き、いや2階は任せろ。2階の守護神、2階のなんていうの、2階のエンドを守り言われてるからな、そのただの2という話なんですけども、ちょ待って、いやこれ怖えぞマジで。いや、こっから来へんか。いやー、なんで当たらへんの？オッケーオッケー、いいっすね。気合のうちに来たわ。で、これはまだやっぱ、ポイントはいるけども、オッケー、これトロフィー対して、あのさ、今回の味方はなんていうの？めっちゃこの旗したくない？いや、腰打ち。これが LMG の強さ。一旦、ちょっと待って、出させ。UAV とショッカルシー出しての。で、これちょっと待って、あー、これ待って、不屈かってか、なんか、不屈スワーム多くね？そんな強いか、不屈スワーム。あー、これ待って、そっちいんな。そう、一人ナイスナイスナイス。いや、まだいいんだ。いやー、もう、穴嫌だし。オッケー、一旦勝っての。で、待って、あ、こっちからか。ちょっと待って、俺一人襲えるわ、全部。任せろ、お前ら、俺に。もう、ほら、今日だけや、俺やったろ。あー、ちょっと待って、あ、多分上登ってくんね。一旦聞こうか。え、結構、その穴嫌でもね、その近距離戦が若干きついっていうのがあるんで。あー、無理か、それ。いや、でもさ、待って、これ、プレーターミサイル溜まってるから、これと飛ばしていってあげよう。オッケー、あー、もう待って、俺のことみんな。一旦これ、後ろから失礼します。だからただの気持ち悪いおっさんになってない？大丈夫か？まあ、言うておっさん言うてもまだ19歳なんですけども、まだおっさん言われたくないよ。まだおっさん言われたくないよ。うん、まだおっさんじゃねえから。ちょっと待って、これどうするこれ。あ、そうですね。まあまあでも試合はええ感じに進んでいるんですけども、おーお前が、あでも言うて強いかもしれん。うん、でも言うて実況者ってね、最弱か最強だけやからな、これ評価基準。いやこれ多分取れるわ。一旦これ出して、いやあと10秒、あと10秒で多分いけるから、センター、オッケーオッケー。あーでもどうなんやろ。まあでもおすすめはね、ホルガーでいいでしょこれ結局。でこれやっぱそう削除でしょ、これは削除するレベルですわ。でも言うてもあとこれ3点ですから、もう多分取れんね。多分俺がその適当に鼻をじってるだけでも、鼻くそをじってるだけでも、勝てるんじゃないでしょうか。で、いやでもこれ最後の最後まだ怖いから、いやこっち、あセンターからいったなあいつ。でそれからはで、これで勝ってるでしょ。オッケー、ナイスナイスナイス。あれも、31キルしもんじゃけど。はい、31キル。しかも旗も30秒乗ってると、なかなかいいんじゃないですか？ブチブチにするぞ！ということで今回は喋れるようになった。あ、間違えた。どうだったでしょうか？まあ、UL だったんですけども、絶対にないでしょ。もう間違いなくこれね、運営さんね、強化も入れない。サイレント修正も入れないっていうことは、そういうことですよ。忘れ去られてる。もう実質運営さんのね、削除されてるんじゃないかなと思ってます。ということですね、今回これで終わっていこうかなと思ってます。皆さんね、こういう武器紹介してほしいっていうのがあれば、ぜひぜひコメント欄でよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。